ジェラルド・ウィリアム・トレーナーは、アメリカ合衆国出身の俳優、声優、ディレクター、コメディアン、ミュージシャンである。ドレイクジョシュのクレイジー、スティーブ役、アイ・カーリーのスペンサー・シェイ役、スーパー・エージェント・タフ・パピーの主人公、ダドリー・パピー役で知られる。1977年1月21日に、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴに生まれた。ロサンゼルスにある学校で、 即興劇を学び、カリフォルニア大学サンタバーバラ校で演劇について学んだ。2000年に放送されたアンドレスドでテレビドラマ初出演を果たす。2004年から2007年に放映されたドレイクジョッシュでは感情的かつ精神が不安定なスティーブ2007年より開始されたコメディドラマシリーズアイカーリーでは主人公カーリーの兄スペンサーを演じた。 この他テレビ映画ベストプレイヤーやテレビドラマベンデルビニーに出演する当ニコロデオン作品の出演が多い日本では第2シーズン第15話として放送された日本では第6話として放送された日本では第43話として放送された日本では第36話として放送された日本では第32話として放送された本作では 大役が実演しており、トレーナーは声のみの出演。ありがとうございます。